ラリー・ダネル・フィッツ・ジェラルド・ジュニアは、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、ワイドレシーバー。NFL のアリゾナ・カージナルスに所属。彼は13歳から17歳までの間、父親が当時ミネソタ・バイキングスのヘッドコーチである、デニス・グリーンと親しかったためボールボーイを行った。高校1年の時彼は、ミネハラ・アカデミーで、 ディフェンスバックとしてプレーした。その年彼の所属するチームは、ミネソタ州のハイスクール市場に残る大敗を喫した。彼は転校し、高校2年からは、ホーリーエンジェルアカデミーに転校し、その後ウィスコン新大学で活躍したジョイン・ストッコこと、チームメイトになった。2001年半ばには、ペンシルベニア州ウェインにあるバレー法事、ミリタリーアカデミーに移り、 大学進学の準備を行った。高校卒業後1年半が経過した2002年5月、彼はミネソタ州セントピーターにあるグスタフ・アドルフ大学に入学した。その後、彼はピッツバーグ大学に移った。彼はカレッジフットボール史上に残る活躍を見せて広く知られるようになった。2003年にウォルター・キャンプ賞、フレッド・ビレトニコフ賞、 オールアメリカンにも選ばれ、ハイズマン賞にもノミネートされたが、ジェイソン・ホワイトが受賞。彼は、わずかの差で辞典となった。彼はわずか26試合の出場で161、キャッチ、2677ヤードを稼ぎ34、タッチダウンを上げた。大学史上初の2年連続1000ヤード以上の、レシーブ記録を、樹立、100ヤード以上稼いだゲーム14試合の、 大学記録、NCWA 記録となる18試合連続タッチダウンレシーブを達成した。2009年のプロボールで TD レシーブを決めるフィッツジェラルドを92キャッチ、1672ヤード獲得、22タッチダウンの記録を残し、彼は2004年の NFL ドラフト1巡目全体3番でアリゾナカージナルスに指名されて入団した。当時のヘッドコーチは、 くしくも彼がバイキングスでボールボーイをしていた時のヘッドコーチ、デニス・グリーンであった。入団後すぐに彼は頭角を現し、カートワーナーのパスターゲットとなった。2004年のルーキーシーズン、58キャッチ、780ヤード、8タッチダウン。2005年には103キャッチ、1409ヤード、10タッチダウンの記録を残し、 プロボールにも選出された。彼は、チームメイトのアンクワン・ボールディンと共に最も危険な、WR コンビの一つとして知られるようになった。2005年シーズン彼ら二人は、NFL 同一チームから1シーズンに100キャッチ以上、した、史上三組目のペアとなった。彼ら二人は互い1400ヤード以上を獲得、これも NFL 史上三組目の記録であった。 2006年、負傷のため数試合を欠場したが、69キャッチ、946ヤード、6タッチダウンの成績を残し、2007年には100、キャッチ、1409ヤード、10タッチダウンの成績で2度目のプロボールに選ばれた。2007年シーズン終了後、彼は、チームと4年間4000万ドル、3000万ドルの保証で、契約を結んだ。2008年、 96回のキャッチで1431ヤードを獲得12タッチダウンを挙げたカージナルスが9勝7敗で NFC に四区優勝を果たし初出場となったプレイオフでも彼は活躍を見せてフィラデルフィアイーグルスとの NFC チャンピオンシップゲームでは NFL プレイオフ対記録となる3タッチダウンレシーブを記録した3回のタッチダウンレシーブを チャンピオンシップゲームで前半だけでマークしたのは彼が初であった。彼はまたジェリー・ライスが持つポストシーズン1シーズンでのレシーブ記録を抜き、チャンピオンシップゲームまでで419ヤードを獲得し、第43回スーパーボールを迎えることとなった。ピッツバーグ・スティーラーズと対決した第43回スーパーボールでもフィッツ・ジェラルドはアイク・テイラーらによる ダブルカバーにより、厳しいマークに合い、第3球まではわずか1回のレシーブで12ヤードの獲得にとどまったが、第4球に2つの TD レシーブを決めた。1つ目は、残り7分41秒のもので、2つ目の TD は、残り2分47秒に64ヤードの独走で、上げ。 カージナルスはスティーラーズを逆転したが残り2分37秒を残して攻撃権を得たスティーラーズに残り35秒ベン・ロスリスバーガーからサントニオ・ホームズへのタッチダウンパスを決められ逆転負けを喫した同年のプロボールでは2 t t の活躍で MVP を獲得した2009年のプレイオフニューオーリンズ・セインツ戦ではダブルチームで抑えられた プロボールに選ばれたが怪我のため欠場、代わりにニューヨークジャイアンツのスティーブ・スミスが選出された。2010年12月25日のダラスカウボーイズ戦で NFL 歴代4位となる97試合連続キャッチを達成した。この年先発 QB が安定しなかったことや、アンクアン・ボールディンがボルチモア・レイブンズに移籍して、 マークが厳しくなったものの90回のキャッチで1137ヤードを獲得した。2011年1月24日、グリーンベイ・パッカーズが第45回、スーパーボール出場を決めたため、グレッグ・ジェニングスの代わりにプロボールに選出された。2012年、第3週のフィラデルフィア・イーグルス戦で、9回のキャッチで114ヤードを 獲得、1td を上げて、NFC 週間 MVP 攻撃部門に選ばれた。またこの試合で通算700レシーブを記録したが、これはそれまで、ジェイソン一1点が持っていた、最年少での記録達成を上回る29歳23日での、記録達成であった。レギュラーシーズンポストシーズンサイズに恵まれており、空中での高いレシーブ能力を持っている。また、 個人成績に現れないものの、味方選手がボールを持って攻め上がった際には、相手ディフェンス選手へ、効果的なブロックを決めて手助けすることが多い。県は以前半島によれば、リーダーとしての振る舞いを見せている。またパスがあまり来ない試合でも QB に不満を訴えるような選手ではないとカートアーナーに評された。父親は、ミネソタ州で、スポーツライターを行っており、 1981年以来毎年スーパーボールのスポークスマンレコーダーを行っている。母親は乳がんとの闘病中2003年に脳内出血で亡くなった。弟が一人いる。ありがとうございます。